こんばんは。画面が少々暗くて恐縮ですが、ここは笛吹川フルーツ公園第一駐車場、山梨県にあります。で、まあなんでこんなとこにいるかというと、ちょっとね、明日の朝一番でほったらかし温泉に行こうと、来ております。で、現在時刻が、夜の11時13分で、まあ、今日はちょっとね、このフルーツ公園で、車中泊をして、明日朝一番、4時ぐらいに出発して、ほったらかし温泉に行こうと思います。この公園結構広くて、で、アスレチックがありますね。いかだ渡りであります。落ちないように慎重に。あ、これ怖いな、意外と。よいしょ。よいしょ。ここの公園はアスレチックとか、あとは、ほったらかし温泉の車中泊としてのメッカ以外にも、こんな一面があります。この通り、甲府盆地の綺麗な夜景が見渡せます。まあね、ちょっとこのカメラだとあんまり綺麗に映せてないんですけど、まあね、私の目にはしっかりと綺麗な景色が広がっております。笛吹川フルーツ公園にはこのように24時間やってるトイレがあるので、まあ、ここでね、コンタクト外したり歯磨いたり、まあ、いろいろできるので便利ですね。トイレも結構綺麗で、石鹸もあるのがコンタクトを使う私には非常にありがたいです。ということで、もう今12時ちょっと前なんですけど、明日3時過ぎにはちょっと起きたいので、まあ、3時間ぐらいしか寝れないんですけど、寝ようと思います。じゃあね、車中泊、久しぶりの車中泊ですね。おやすみなさい。また明日朝一番で。おはようございます。今が3時23分ですね。で、結局あんまり寝れなかったんで、動画の整理などをしてたんですけど、で、日の出が、今日の日の出が多分4時、あ、違う、5時ぐらいなんですよ。で、ほったらかし温泉のその駐車場とか、行けるとこが日の出の1時間前ぐらいに大体開く、つまり4時にはオープンするということなんで、で、まあ今もう3時半なんで、まあ、これから多分向かってちょうどいいくらいかなって感じですね。と、今3時半出発します。この船、笛吹川フルーツ公園からほったらかし温泉まで7分で着いちゃうそうなんで、まだもしかしたらまだ空いてないんですけど、ちょっと初めて来てどんな感じかわかんないんで、まあ様子見で行きます。真っ暗ですね。あ、でも結構車いますね。3時41分ほったらかし温泉の駐車場に着きました。最初ね、ガラガラであっちの方着いたんですけど、誰もいないから、なんかやってないんじゃないかと思ったんですけど、あ、奥の方にも駐車場があって、結構ね、車止まってます。なんかね、結構ここの自動車の中でお休みになられてる方多いので、もしかしたら駐車場は空いてて、こっちでも寝れたのかもしれませんね、あのフルーツ公園じゃなくて。で、ってことはまだやってないんですかね。おはようございます。ラーメン屋みたいな券売機。料金は大人1人800円と、私はタオルも買ったので、タオルが200円の合計1000円です。で、やっぱりお風呂は4時かららしいので、あと15分ぐらい待ちます。あ、ここも夜景が素晴らしいですね。結構街のお客さんは多いですね。おはようございます。これあとね、これあと10分ぐらいでオープンして、今ね、おばちゃんが準備に取り掛かったんですけど、ここが入り口で、で、多分ここ階段下っていくと下に建物があるんですよ。多分あそこが、浴室なんじゃないですかね。で、あそこから夜景とか、あと日の出が見える素晴らしい景観の温泉になってます。こんな感じですね。今3時57分で、まあ、あと3分ぐらいで開くと思いますが、ようやく並び始めました。でね、やっぱね、この10分ぐらいの間で空がだいぶ明るくなりましたよ。まあお風呂の中ちょっと取れないんで、これでちょっと失礼しますが、お風呂楽しんでこようと思います。美味しい。まあですね、結構中広くて、で、ちょっと残念ながら今日雲が多くて、日の出は見えなかった。日の出と、あと朝焼けに染まる甲府盆地は見れなかったんですけど、まあそれでもね、いいお湯でした。ちょうど結構ぬるま湯で1時間ぐらいいても大丈夫でした。
ここはね、朝ごはんも食べるところがあって、あの卵かけご飯が有名だそうなんで、ちょっと食べてみようかなと思います。結構ね、にぎわってますね。これが700円の気まぐれ屋朝食豚汁セットですね。これ卵ついてます。これなんかね、山梨のワインなんとかなんか鶏で卵です。美味しそうですね。結構ね、結構繁盛してますよ。こんな感じで外で食べれます。ここログハウスって、あのなんか中は休憩できるっぽいんですけど、ちょっとコロナでやってないですね。で、まあね、朝ごはんも、はい、食べて、いいお湯使って、ちょっとね、今からあの甲府の町の方に行こうと思うんですけど、まあ、いかんせんまだ朝の7時前でどこもやってないんで、ちょっとね、駐車場で仮眠を取ろうと思います。あのね、寝不足でやっぱ眠くなってきましたよ。あのやっぱあったかいポカポカ、温泉使ってポカポカしたんだったんで、でお腹もいっぱいになって眠いです。現在11時、ここは甲府駅にやってまいりました。で、まあ、甲府は私初めてなんで、まあ、何があるかよくわかんないですけど、まあ、何があるかよくわかんないからこそ、この初めての街を楽しもうと思います。結構このロータリーは大きいですね。あ、カラオケバンバンもあります。甲府がホームタウンのヴァンフォーレ甲府のフラッグがありますね。でこれが武田信玄公の大きい銅像ですね。あのね、これね、実際に見るとかなりでかいですよ。よくあるあのいろんな銅像とはなんか倍ぐらいのサイズありますね。で武田信玄公はあと、まあ、今撮影時点であと150日後にはちょうど生誕500年を迎えるそうです。駅にもなんかそういう展示がありました。甲府駅北口から武田通りっていう通りが伸びてます。で今からちょっと喉渇いたんで、この通り沿いにある喫茶店へ向かってます。ここは甲府駅北口から歩いて5分ぐらいのところにあるアキトコーヒーっていうコーヒー屋さんですね。で私が注文したのはこのアイスカフェラテと、何だっけ、グランベリーとクルミのクリームチーズなんかパウンドケーキ的なパンです。ちょっとすみません、よくわかりませんが美味しそうですね。これね、アイスを無料でつけていただきました。でね、このお店すっごいおしゃれで、多分ね、古民家を改造したとか、まあよくあるそんな感じだと思うんですけど、2階にイートインスペースがあって、まあ今私たち以外他にお客さんいないんですけど、こんな感じですごいね、いいんですよね。この木のぬくもりっていうのをふんだんに感じられて、これ、ね、いいですよ。下もね、床もこんな木なんですよ。これは信玄餅ソフトです。これもね、私は買ってないんで友人に一口もらいました。美味しかったですよ。きな粉が乗ってて、あと信玄餅も乗ってます。今甲府駅からまた自動車でちょっと移動してるんですけど、だんだんとあの山に近づいてきて自然豊かになってきました。さっきの甲府駅前とは風景がガラッと変わってますね。今ここは昇仙峡の県営駐車場ってとこで、まあ、これ車止めて昇仙峡を見に行きます。どうぞ。おはようございます。今から
願いします。ここから昇仙峡までは乗り合いバスがあるんですけど、片道300円で登ることができます。ちなみに歩くと18分ぐらいかかるそうですね。結構険しいそうですよ。はい、左手突き当たり、左が渓谷の入り口になります。青い看板で千畑入口と書いてある、あそこから入ります。はい、滝上影の森美術館到着。はい、ということで、さっきの乗り合いタクシーバスに、連れてきてもらって、まあ、5分ぐらいで着きました。ここはね、渓谷の入り口 でこの道を下りをずっと渓谷沿いに歩いて、まあ、多分15分から20分ぐらい行くと、あのさっきの駐車場まで戻れるそうです。なんで300円でまあこんだけ連れてきてもらうなら、全然あのコストパフォーマンスは素晴らしいんじゃないかと思います。まあ、登りって体力使いますし、もうね、ここは本当に涼しくていいハイキングコースだと思いますよ。まず最初は千ヶ滝ってところに行きます。ここが入り口ですね。お土産屋があの左右に並んでます。蕎麦屋さんもあります。これが千ヶ滝、すごいですね。想像以上に迫力が満点ですごいです。こんな感じで、ね、この辺も結構涼しいですよ。水しぶきかなんかが飛んできて、とても気持ちがいいです。もう結構岩が低くて、頭ぶつけないようにしないといけませんね。結構この道下り激しかったんで、あの行き上りバス乗ってきて正解だと思いました。これは石門っていう石でできた、まあ、その名の通り門ですね。すごいな、これ崩れてきそう。うわぁ、これ試食のやつだ、懐かしい。そしてここが、学園法ですね。あのでっかい、これが学園法だと思います。なんか昔あの岩の上で学園さんっていうお坊さんが座禅を組んでたっていう、まあそれから名付けられたらしいです。あのさっきのバスの運転手さんが言ってました。もうすごいですよね、あんな登るだけでも大変なのに、あの上で修行なんてピッコロさんぐらいしかできないですよ。ここは渓谷美日本一と、言われているそうで、学園峰、あの左のやつが学園峰で、夢の松島って呼ばれているのがこの右のあれですね、あの岩の模様がなんか変な幾何学模様みたいなやつが夢の松島です。はい、ということで、まあ、今回、まあ、前日の夜からなんですけど、一応日帰りで、山梨県の、ほったらかし温泉と甲府の駅周辺、そしてこの昇仙峡、まあね、一通り回って、まあ、ちょっとこれから帰ろうと思うんですけど、まあ、とても楽しかったです。で、山梨県って、まあ、今まであんまり行ったことなかったんで、なんか長野県に行く途中にちょっと立ち寄ったとか、そういうレベルでちゃんと行ったことなかったんで、まあ、もっと山梨についていろいろ知りたいなと思いましたし、まあ、また遊びにも行きたいなと思いました。あと、ほうとうもとても美味しいです。ということで、まあ、今回の動画はここまでさせていただきます。あと、ちょうどこの昇仙峡を歩いてるあたり、さっきついに私の YouTube チャンネル登録者数が、200名に達しました。本当ありがとうございます。視聴者の皆さんの、コメントとか、高評価、あと、まあ、視聴1回1回、これがね、本当に私のモチベーションになるので、いつも感謝しております。ありがとうございます。今後とも引き続き、ご贔屓にしていただけると幸いです。ということで、本日山梨県からお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。